ありがとうございます。あ、生日だったみたいですね。5月3日、4日、5日で、もうなんとか復活できたからな、もうね、よかったよ。ポルト1000、ポルト1000でもこれトラックですね、トラック。トラックちゃんとこのバーが、こちらが超目玉の商品、超目玉、はい、貝、これがついてますね。これがついて実動するのはこの1台だけです。はい、すごい、すげえデザインね、これマジでね。これよく見てください。やっぱり一番のおすすめはあのダッシュボードというかメーター周り、ちょっと見てみましょう。メーター周りを、このスイッチ類がすっごい、なんかこの鍵穴のところもなんか、すごい綺麗なマジで。3ライトはそのメーカーなんですか。名前なんですか。これです、これですね。触覚のデケタのこれ、メイトいらんもん。これはメイトいらんもんですか。これメイトいらんもん。モペットという感じなんですか。許可書だ、うん、こっちもこっちもこっちも同じぐらいの認識なんですか。いや、こっちの方がいい。こっちがこれですか。そうだ、本田ペンギン125、誰が乗るってことか。いや、分からんっす。あれ、要は手に出てきたり月光館。そう乗った白色目じゃなかった。この、そう、白色目、この肩が何だったかってな、この肩月光館じゃない。月光館、日本人的これはすげえ。ビー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 、これすげえ懐かしい。